前段は北日本ライン7番の森田浩二変わりません。残り2周回、そして5番の高橋喜月やや車を外に出して6番手から上昇を図りますが、その前で神奈川勢がやや警戒しています。神奈川勢の後ろへと9番の石橋慎太郎をつけるか。さあ残り1周半を切るところ、5番の高橋喜月の発進に合わせて7番の森田浩二が突っ張ります。7番の森田、後ろマーク陣2番の阿部と8番の安は牽制を見せていまして、さあ番手ダッシュ5番の高橋喜月と6番永井大輝、地元東京勢 2,3 番手となりました。この直後4番手2番の阿部秀光で残り1周切っています。先頭7番の森田浩二積極先行ですが、番手から5番の高橋喜月が発進していきます。そして6番の永井大輝、地元東京勢8番の安田翔子はこの後ろと切り替えて3番手、1番の堀正美4番手となっている。さあ最後の直線は5番の高橋喜月突き放しにかかる。追ってくる6番の永井大輝、前2人並んだ。高橋喜月がゴールイン、わずかに5番の高橋喜月